公共曲第31番に蝶々放冒険 i-31 はフランツ・ヨーゼフ・ハイドンが1765年に作曲した公共曲である。ホルン信号の愛称で知られ、名前の通り4本のホルンが活躍するほか、随所に競争曲的な箇所があり、修学賞がゆっくりした変装曲になっているなど、ハイドンの公共曲の中でも、 独特の内容を持っている。長らくハイドンの公共曲は後期のもの以外無視されてきたが、本作は初期の公共曲の中で例外的によく知られる。しばしばハイドンの作品を取り上げたことで知られるアルトゥーロ・トスカニーには1931年以来3回この曲を指揮し、1938年の演奏の録音が残っている。公共曲 第28番から31番までは実質原稿が残っており、1765年に書かれたことが明らかである。当時ハイドンはエステルハージ家の副学長だったが、エステルハージ家に4人のホルン奏者がいた時期は特定されていて、1763年の8から12月と1765年5月から1766年2月である。4本のホルンを使った、 公共曲にはこの曲の他に、公共曲第13番、公共曲第39番、公共曲第72番があり、他に7セーブリベルティメントも4本のホルンを使用するが、いずれもこの時期に書かれたと考えられている。この中では本曲がホルンを最も効果的に使っている。なお第72番は第2楽章で独創楽器が活躍し、 最終楽章が様々な楽器の活躍する変奏曲になっているなど、本曲との共通点が多い。一般に使われるホルン信号という愛称は、後世のものだが、すべての楽章でホルンが活躍する、この曲の特徴をよく表している。愛称には他にも、カリバにて、ニュルンベルクの郵便ホルンなどがある。ただし、軍楽信号と郵便ホルンの音は使われているが、 狩りのホルンの旋律は使われていない。第二楽章と第四楽章では、ホルン以外にも独奏楽器が競争局的に活躍する。特に第四楽章ではコントラバスにも独奏を与えている。ホルンは4本とも D 管を使用する。ただし、第二楽章では2本が D 管、2本が G 管を使用する。2丁丁、3、4拍子、そなた形式。 4本のホルンのユニゾンによる軍学的な信号音に続き、弦を伴い、独奏ホルンが郵便ホルンを表すオクターブ調訳の第一主題を提示する。第二主題は、フルートの上昇旋律と弦による対話で構成されている。再現部は、最初から郵便ホルンの主題が現れるが、曲の終わりにコーダのようにして、最初の信号音が現れる。と、超超、六 八拍子、ソナタ形式。ホルン以外の感覚器は休み、独奏バイオリンと独奏チェロの活躍する、合奏競奏曲風の楽章になっている。まずピッツェカートの伴奏に乗って独奏バイオリンが、シチリアーノ風の優美な主題を提示し、2本のホルンが、それに続く。独奏チェロも長い旋律を奏する。伴奏音景を担当する、第二ホルンはかなり技巧的に作られている。 二丁調、メヌエット主部は、前奏による。トリオでは、ホルンとオーボエ、バイオリン、フルートなど様々な音色の重なりが工夫されている。二丁調、に、四拍子、変奏曲形式。弦楽器による主題に続いて七つの変奏が続く。第一変奏は、オーボエとホルン各二本。第二変奏は、独奏チェロ。第三変奏は、フルート。第四変奏は、 ホルン四重奏、第五変奏は独奏バイオリン、第六変奏はトゥッティ、第七変奏は独奏コントラバスを、おもとする。その後短い経過部を挟んで音楽は突如プレスト、三、四拍子となり失踪する中、ホルンにより再び第一楽章冒頭の信号音の、同期が再現され堂々と終わる。ありがとうございます。